はいどうも皆さん、こんにちは、シャンロンです。ということでね、今回は、ちょっとね、いつもと変わった動画っていうのをね、撮っていこうかなと思います。はい。で、どういうね、内容なのかっていうのは、まあ、サムネとタイトルをね、見てもらえればわかるんですけど、そろそろでね、シーズン10、シーズン10が来るということで、ここまで来たかと。もう、フォートナイトもね、シーズン10まで、来たんですけど、まあ、自分はね、シーズンが始まる前、かな、まあ、なんて言うんだろうな、もうシーズン始まる前がシーズン1なのかがわかんないんですけど、ショップがなかった時代っていうのかな、まあそういう感じの時からね、やってるわけなんですけど、まあ、フォートナイトをね、まあこんだけね、やってるとやっぱり、まあいろいろな意見がね、あると思うんですけど、じゃあ皆さんにね、ちょっと一つ聞きたいんですけど、今から、まあ明日からとか、まあ今からでもいいけど、まあ、好きなシーズン、もう本当に、そのシーズンの時の、1から、まあ、例えば、シーズン1の始まった時から終わるまでの環境を繰り返すってなった時。で、それで、シーズン1、2、3、4、5、6、7、8、9までの、シーズン、どれか一つ選べば最初からやれるよみたいな、そのシーズンだけ。って言われたら、どのシーズンをやりますか？これね、結構難しいと思うんですよ。それぞれね、まあシーズンごとに、まあいいことはね、いっぱいあるんで、自分の場合だったらね、シーズン3かな。うん。シーズン3が、一番ね、まあ楽しかったかなと。まあ楽しかったっていうのかね、今も別に楽しいんですけど、まあなんかシーズン3が一番、まあなんかやってて、まあなんかもう本当にフォートナイトのモチベがバカ高くて、もう毎日建築勝負してみたいな、そういう感じだった時ですね。まあ今はもうなんか完全に、なんて言うんだろう。もうフォートナイトを押しちゃうみたいな。もうなんか特にやることないっていうか、なんて言うんだろうな。まあフォートナイト今日はいいやって思ってても、まあいつの間にかね、なんかフォートナイトやってるみたいな、完全になんか中毒者みたいなね。なんか最近ちょっとフォートナイト欲が薄れてきて、フォートナイトいいやーみたいなって別ゲー行くんだけど、まあ結局フォートナイトに帰ってきちゃうみたいなね。まあそういうのが結構多いと思うんですけど、まあ正直ここまでの神ゲーがね、もうなんか出ない気がしますよね。うん。ここまでの神ゲーは本当にすごい少ないと思う。なんか COD とか結構ね、まあ結構ね、有名なゲームありますけど、いっぱいいろんなジャンルでね。ここまで一気に成長して、もうこの1年間、2年間で、まあ、一気に伸びたゲームっていうのはなかなかにないんじゃないかなって思いますね。はい。自分がゲームしてきた中でね。もう本当にすごい革命ですよね。だって最初なんて、なんかみんなね、俺のフレンドとかもシーズン1の時にね、まあこれ、フォートナイトっていうのあるんだよみたいな、新しく出たゲームだよみたいな言って、一緒にね、撮ってもらう、ダウンロードしてもらってやると、みたいな。いやー、俺ちょっと COD かなーみたいな、CG かなーみたいな、そういう感じだったんですけど、まあいつの間にかね、シーズン3かな、2かな、ちょっと忘れちゃったんですけど、3の時に日本語対応して、一気に人口増えて、で、確かシーズン2かな ?2 の時、日本語対応してからかな、確か対応する前はちょっと、本当にはっきりね、覚えてないんですよ。もう本当に、あとちょっとね、もう、あと数ヶ月でね、まあ、2年が経とうとしてるんで、最初のダウンロードした時なんてね、まあ、ちょっと、詳しい情報は覚えてないんですけど、まあ、海外版、海外アカウントでしかね、販売されなかったんですよね、フォートナイトが。だから、海外アカウントプレステで作って、まあ、ダウンロードするみたいな。まあ、そういうのが、初期勢はみんなそうですね。はい、プレステ4でやってた人は。とりあえずね、自分はシーズン3がいいと思います。はい、皆さんね、どうでしょうかね。まあ、だから、シーズン1やってみたいとか、シーズン2やってみたいとか、そういうね、気持ち、結構ね、あるかもしれないんですけど、実際ね、これで話したからってね、戻れるわけじゃないんですけど、まあ、運営の人でもないんで、俺は。だから、懐かしい気持ちでね、ちょっと喋っていこうかなっていう動画です。はい。で、いろんなね、シーズン良さがあるんですけど、最初ちょっとシーズン1から言ってきますか。シーズン1の良さっていうのは、いやみんなが初心者。もう本当に、初期の、まあ、バトルロワイヤルが出たばっかだから、みんなが初心者っていうので、まずそもそも、モサっていうのがいなかったんですよ。モサっていうものがなかった。まあ、だから、なんて言うんだろう。みんな同じ動きをしてるみたいな、そういう感じで、この人がズバ抜けてうまいとか、まあ、なかになかったんですよ、出た時は。まあなんで、その時はね、もう、このどんなゲームなんだろうみたいな感じで、
初めて買った時とかもめっちゃ嬉しかったし、もう今でも覚えてますね。もう初めて買った時、うやばーみたいな。まあ、確かフレンド4人かスクワットかなんかやってて、まあドン活して、うわすげえみたいな。まあ特に俺何もしなかったんですけど、まあちょっと意味がわからずね、やってたんですけど、もう勝てて、それでうわすげえ、これ面白いってなってね、俺やってて、で、まあシーズン1で言うとまあ、ゾンビとか、まあハロウィンですよね。まあ、ハロウィンの、ゾンビとかスカルとか、まあ、スカルは再販来ちゃってるけど、あとレイダーとかね、あともう一つ、レイダー、男レイダーみたいなね、まあそういうやつもいろいろあるんですけど、しょうがないと思うんですけど、まあバグがね、結構あったりした覚えがあるね。次ね、シーズン2ですね。課金税が増え始めたぐらいかな。まあ初めてのバトルパスが出たんで、まあその時にね、いろんな課金の人が増えて、で、まあ、チーミングも増えてと。まあ、シーズン2の頃にね、ゴースティングとか、まあ、チーミングとかそういう言葉がね、できて。まあ、できてっていうか、もともとできてたんだけど、まあ、フォートナイト界隈にそういうものはなかったんですよ。まあ、だけど、まあ、いろいろあってね、まあ、できたと、そういう言葉がね。で、それができて、ブラックナイトだけのチーミングとかね。まあ、今じゃ考えられないレアスキンたちがね、普通にチーミングをして、ドンカツをなんか譲り合ってるっていうね、まあそういう状況なんですよね。まあ、だからシーズン1の時とか、もうチーミングっていう言葉がないんで、知らずにね、それをやってる人とかも、まあ、意外といるんですよ。だから、なんか、同じとこ入ろうみたいな、同じとこ入って、で、せーのでやれば入れるんだよみたいな感じで、なんか情報を得て、で、そっから入って、で、ちょっと近く歩いとこうみたいな。で、ちょっと敵来た敵来たみたいになって、で、ちょっとクレントが横から撃つみたいな。まあそういうのもなんかチーミングっていう、そういう悪いことをしているっていう考えで、まあ、やってたわけじゃなくて、普通に、なんかゲームをしているっていう感覚でね、まあ今じゃもうおかしいことなんですけど、まあその時からしたら、まあ、チーミングっていう言葉がもう頭にない。もうほぼほぼの人がないので、まあ、どうだろうな、ほぼほぼないから、まあ、なんて言うんだろうな。もう難しいっすよね。なんか、いいのか悪いのかみたいな。で、シーズン2の時ね、大量にチーミングが増えてと。の、スーモかな？スーモがクリスマス仕様になったり、まあ、バトルパスもね、初めてだったんで、めっちゃ嬉しかったりして、でね、スキン課金したりしてたんですけど、で、次がね、シーズン3ですね。シーズン3は、さっきも言った通り、日本語を対応して、もう一気に人口が増えた時。で、一気に人口が増えた時って、これね、すごいね、言われてたんですよ。これね、覚えてるかな？なんか、すごい一気に人口が増えたから、なんか、プレステ4サーバーが初心者が多すぎるみたいな。初心者多すぎて、なんか、無双ゲーになったみたいな。なんかそういう感じをね、結構言われてたような気もするんですよね。あ、まあだから、そういうのが結構覚えてますね。新規ユーザーが、まあ、増えて、ワン、ツーとやってきてる、人たちからしたら、おー、みたいな、一気に人口増えたな、みたいな感じで。で、フォートナイトめっちゃ有名になってるじゃん、って思ってて。で、そっからシーズン4かな？に行って、なんか、ダスティかな？ダスティが潰れたりして、まあ、いろんなマップが、まあ、そっか、シーズン3でタワーが追加されたのか。タワーが追加されて、おー、ってなって。マップがすげえって思って、マップ変わってるみたいになって、で、そっからシーズン4、ダスティがね、とうとう壊れてしまうと、まあ、めっちゃでっかい穴が開いてね、まあ、その時から、まあ、ダスティはね、今現在まではちょっと狂ってるんですけど、マップが。まあ、その時ね、衝撃を受けましたね、はい。もう、なんか穴開いてんだっけみたいな。隕石落ちちゃってんじゃん、みたいなね。で、その時なんか、出てた、クリスタルみたいなのを食べると、飛べるようになるっていうので、ちょっと BO3 ジャンプゲーだこれみたいな感じ言われてたりして、で、次はシーズン5かな。はい、5は、もう5と正直、4、あ、じゃあ5、6、7、まあ、5、6に関しては、なんかずっと、スナイプ配信っていうね、なんか空合わせみたいなそういう配信をね、ずっとしてたんで、まあなんか正直ね、その配信をしてたっていう、ことしかね、頭にあんまないんですよね。だからこのスキンがすごく良くて、で、このマップ変わってみたいな。あ、シーズン6で砂漠追加されたかな？そうだよね。パラダイスが追加されたか、シーズン6で。
で、シーズン6で確かダブルポンプが消えて、で、ドラムガンもともとあったんだっけ？で、シーズン6の時に初めて、ショットガンと SMG っていう組み合わせを、まあ、やる人がめっちゃ増えたみたいな、そういう感じかな。で、シーズン7は、マウスに変えました。マウスに変えた年かな。もう完全にね、本当に思い出なんですけども、俺の。シーズン7でマウスに変えていろいろあって、で、シーズン8で、なんかピーリバナナのスキンがね、追加されて、まあなんかすごいいろいろね、マップも変わって火山ができて、でね、シーズン9、今、現在、ロボットと怪獣が対戦して、もう意味わからないことになってるというね、もうすごいですよね。ワンタイムイベント、この間のワンタイムイベントに関しては、もう本当にね、もう映画のワンシーンじゃんみたいな。もうすごかったね。あれだけ、あれ無料だからね。無料ゲームであそこまでクオリティ出せると本当にすごい。シーズン10だからまあ10記念っていうことで、なんかそういう全シーズンいけますよみたいな、そういうね、なんかイベントちょっと欲しいですよね。なんならマップにシーズン1の時のマップ、シーズン2の時のマップみたいな、ちょっと区切ってなんかこの出していくみたいな、もうそれでもいいぐらいに。まあちょっとね、そのシーズン1の時のマップとか、今の環境でやったらどうなるのかな、みたいな、そういう風のも考えたりして、もうすげえ面白そうだな、みたいな、ちょっと思ったりするんですけどね。いやー、それがね、できたらね、本当にめっちゃいいんですけどね。あと、ダスティとかもね、戻ってほしいしね、ダスティの近くの工場とかね。もうすごい懐かしいよね。だから、まあ、フォートナイトにはね、まあちょっといろいろなね、思い出があるんですけど、まあ、俺はとりあえずね、シーズン3かな。シーズン3に戻りたいかなっていう感じがありますね。まあ、なんでかっていうと、まあ、一番楽しん、まあ、今も楽しいですよ。今も楽しいけど、一番なんか、純粋に楽しんでたみたいな。まあ、そう言うと今が楽しんでみたいになっちゃ、楽しんでないみたいになっちゃうけど、まあ、そういうわけじゃないんですけど、なんか、なんて言うんだろうな、強くなるために頑張ろうみたいな、そういう感じでね、頑張ってた時期だったっていうのがあって、まあ、結構ね、楽しかったですね。ということでね、今回はちょっといろいろね、思い出話みたいなのしたんですけど、皆さんはね、シーズン1から9まで戻れますよと言われたら、どこに戻りますか？よかったらね、コメント欄に、書いてください。皆さんのね、思い出もね、よかったらコメント欄に、書いてね、ちょっと皆さんでね、思い出話をしましょう。ということでね、今回はこのいう動画で終わりたいと思います。お疲れ様です。